首入るんで。あ、やばい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 。やばい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 。やばい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 。あと1分出れん私。やばい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 。ああ、ナイス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 。みちゅ、みちゅナイス。あと40秒。40秒耐えてみちゅ。ニャーポップみんなギルバド配信。次守備入ります。あと30秒で。あ、ナイス、アカリン。次あと20秒耐えて。アカリン、モッチャが回復したから多分狙ってる狙ってる。アカリンを狙ってる狙ってる。あと5秒で出れる。もっちゃが 100% じゃなかったら私帰り打てたから。そう、もっちゃさばいてほしい。あ、やばいやばいやばい、もっちゃからやられてる。やばい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 、みんなさばいてるじゃん、やばいやばい。やばいやばいやばい。マヒナマヒナマヒナはイズコエ。おい、マヒナ、あ、誰が出てくれたのこれ。誰、あ、ユキリカレが出てくれたんだ。うわー、出ちゃった、ごめんね、守備出ちゃった。しかも裁かれたし。待って、アカリンやられて。うわー、私瀕死。こんばんは、ユミリンが10時半お知らせします。マヒナ出てるらしい、バイアカリン。ありがとう。やばい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 。やばいやばい。もっちゃさばいて、みんなお願い。誰だよ、勝つ、知らねえよ知らねえよ。別の隊でいきます。瞬殺。あ、ごめん、道見てなかった。あります。ちょっと別の体でいけるか。あ、いけた、別の体でいけた。もっちゃはね、さばいたらね、いけるんだよね、この人。ちょっと待って、あ、ショールームと会話してた。みちがショールーム見てくれてる。やばい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 。誰か守備入れる。これ回復した方がいいのかな。誰が出てるんだろう今。もっちゃと忍びか。ちょっと回復するわ。回復したらあいつはビビるんじゃないか。だってもっちゃはさっき私跳ね返したから。でも 70% あるのか。無理だな。もっちゃもっちゃあと2人ぐらいさばいてくれたら多分私いける気がする。もっちゃ 72% か。いや、やばい、やられそうだな。やばい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 。
この2人が手ごわい、この人たち。そう、あ、やばい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 、ちょっととりあえず裁く、私もうあれがないから。やばい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 、あ、みーちゃんナイス。みーちゃんナイス。私もうね、回復が1個しかないって、 6% しかないからちょっとさばきました。でもこの2人はこの HP で多分みーちゃんに攻撃できないから大丈夫。きっと、きっとこの2人はこの状態でみーちゃんに手出しはしないはず。だから私さばくね。いける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 、絶対みーちゃん倒せないからこの二人、回復しない限り。いけるいける、ナイスナイス。みーちゃんがだって今 114% あるから。あ、でも別動隊で来られたらあれだな。うーん、別動隊で来られたら終わりだな。みんなどんくらい士気あるんだろう。あー、みちももうないのね、回復薬が。なるほどなるほど。あ、そして一気はみんな回復待ちね。あ、やばいやばいやばい、ゆきりか入って、ゆきりか入って、ゆきりか、ちょっと待って、私入る。ああみちゃんナイス、ゆきりか、なるほど、忍びはいけちゃうわけね、みーちゃんが。じゃあちょっとどうしようかな、ちょっと今ギルバドしてます、みんなごめんね。あ、ナイス、ゆきりか、忍びの丸々、私ちょっとさばくわ。あ、やばい、みーちゃんが回復ないって。あと1分半後に入る、じゃあ私。やばい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 、1分半持って、私 48% あるから次入るわ。え、で待って、あと4分だ、やばい。くちゃん、あと10秒で守備つけて、ありがとう。でももう、あ、入ってくれてる、きっとラグがあるから。あと1分、あと1分で入れる。やばーい、やばいやばい、あー誰かマヒナ起こして、あ、やばいやばい、ドラゴン出た、あ、ナイス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 。待って、あと30秒。え、赤リン回復早っ。あと10秒で出れる。みーちゃんとみちは、なるほど、もう回復薬がないのね。了解です、守備入ります。あ、入る、早かったかな、守備入るの。あ、サヤンショールーム中？なるほどね。いや、それはショールームがね、優先ですね。きっと、あ、やばいやばいやばい、もっちゃんにやられた、やばいやばい。やばいやばい、待って。私、式回復薬で入るわ、次。やばい、誰か、あかりんいけるかな？あかりん、あかりん。30秒で入れる。あ、じゃあナイス。みんな瀕死の戦い。あ、すごい、みんな、みんな出た、みんな出た。
ソーヤンが来た。え、ソーヤンショールームは？今負けてる。あ、配信しながら。ありがとう、サヤン。いけるかな。めっちゃね。ソーヤン行け。もうみんな回復がなくって、だから回復ある人が守備入った方がいいよね。私次入るわ。 60% あるから入ります。次、そうだね、みちも入れるのか。でも私が、あーでもあと30秒なんだよね。私30秒、30秒だけど、そっか、私の方が先に入れるから。ごめん、あと20秒待って。こいつ別動態でちゃちゃちゃっと。20秒で入れる。あ、でもどうしよう、3人いるな。3人いるけれど、やばい、あと17秒16、15、やばい、時間がない。うわー、とりあえず守備入るけど。うわー、21終了。タイムアップ、ロス、負けました。悔しい、悔しい、負けました。この人たち前も戦ったことあるんだよね。あ、今日全部負けてる。うーん、悔しい。うん、やーぴー。ということで、はい、キルバドでした。みんな頑張って、みんな頑張って。え、まださ、え、まだサヨナビラあるの？どういうこと？なんで？終わる終わる詐欺？私が日付間違えたとか？そんなバカな。ちょっともう一回見てみる。そんなバカな。そうそうそう、そんなバカな。ちょっと待ってね。ギフト追加のお知らせ。18日深夜2時59分。今日の深夜59分。え？今日、だから19日の深夜2時59分ってことなんでしょ？これは嘘つきました。これは嘘です。これは、この書き方は違います。この書き方は違います。4月18日日曜日深夜2時59分はもう終わってます。アウト。
この書き方するんだったら4月19日深夜2時59分って書かないとダメ。179日、昨日なんかめっちゃお別れみたいな感じ、桜ギフトお別れ会したのに。写真集出たら解明する。ありがとう。じゃあ写真集出るまで写真集っていう言葉自体お預けで、普通の名前でしくよろです。しくよろしくよろしくよろ、ちょっと待ってね。あ、向こうだ向こうだ、いつ出るか分からないまま、今からねだるより今目の前にあるものを一緒に掴み取ろうではないか。おかなうよ、なんだっけ、アレツ高等、アレツ高等学校の諸君、我々はその罠に引っかかりましたね。メール見てない人はちょっと対象外なんですけど、そも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 私再販の旅、再販とか申し込みの旅に今日はタヌキになりますって書いてたのに、何ですかその、え、クマっていう皆さんもう絶対みんなさ、私がさ一生懸命この日が完売して、この部が完売してって一生懸命書いてるメールを、あ、再販のお知らせね、はい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 、で絶対いつも飛ばして読んでたでしょ。飛ばして読んでたでしょう。私がなんかみんなが少しでも来やすいよ、なんか一発でね分かったらいいなと思って、毎回サイトを行き来して、再販のサイトに入ってまたメールのサイトに入ってってやってたのに、なんかすごい、だから怒りとかじゃなくってなんかちょっとショックだった。私があんなに、あ、なんかこの部完売してるから完売って書こうってやってたのって、なんかそんなに伝わってなかったんだってちょっとショックだった。そうだよね、そんな、たぬきかわいいねって言ってくれた人、あ、いたいたいたし、なんか
今日タヌキって言ってたからちょっとまとめて撮りましたっていう人もいた。メールでおすすめ、この日タヌキになるからおすすめだよって言ってたから今日撮りま、ちょっとまとめて撮りましたっていう人もいた。だからもうズタボロにやられた私の心は、そうやって言ってくれる人たちに支えられてました。メール10日分冷めてます。別にね、2ヶ月前ぐらいから言ってるから10日分はあんまり関係ないよ。うん、いいです、大丈夫です。大丈夫です。本当にね、1割ぐらいだった。だから、なんか、タヌキだねって言った、本当にこの手で数えれるぐらいの方々は、すごく自信を持ってください。そして悪気がなくとも、クマって言った、あ、別にメール取ってない人とかはいいよ、あの、それはもう大丈夫、大丈夫、大丈夫。取ってて、そう、悪気がなくとも今日クマなんだねって言ってた方はなんか、そう、これからも、これからは私がもっと分かりやすいようにメールを送るので、これからも読んでくれると嬉しいです。私がね、きっともうちょっと分かりやすく書かないとダメだったんです。そう、それで、そしてまあメール取ってないけどお話し会来てみたよって方は、まあこれを機になんかそういうモバイルメールとかもね検討してもらえるととっても嬉しいです。まあでも間違えちゃったって方は、でも少なくともメール取ってるっていう部分に対してはすごく嬉しいので、そこはなんかごめんねとかじゃなくて、まあごめんねなんだけど、まあ次からはそう、なんかちょっと分かっててくれると嬉しいなって思ったのと、あとは今日結構思ったのが、私結構いろんなこの日はこれを着ますとか言ってるじゃないですか、結構ねそれ関係なく撮ってる人がねすごく多いなって思った。だからこそそういうのあんまり知らないみたいな、あ、そうなんだって、でも自分が仕事がない日に撮ってるからどこで何するとか全然知らなかったっていう方も多いのかなって思いました。うん、少あ、でも割とね、あれ、初めましてっていう方も今日もたくさん来てもらったのでありがとうございます、ありがとうございます。でもちょっと今日しょぼんってする出来事はそれでした。でも嬉しかったのは、時間いっぱいまで今日はおしましができる部が一個もなくって
時間いっぱいまで皆さんが来てくださったことかな。あとはもうちょっとポジティブなことを言うと、昨日今日と5時間目は1時間倍大作戦のところだったので、ほとんどの方がもう 9.9 割の方が、まあ、そこ1枚取ってるっていう感じだったから、もうね下手したら100人過ぎ踏もったかな、でもそんぐらいと一部で話してるのよ5時間目って。うん、そうすごい。もちろんなんか他の部にちょっとまとめてゆっくりお話できるのもめちゃくちゃ嬉しいし、なんかすごい感動した。こんなにたくさんの人が、私が一時で完売したいって言ったら、そこを申し込んでくれてたんだなって思う。すごくね嬉しかったです。作戦成功だね。あ、作戦はね、まあ、成功は一時っていう、そうもうじゃなかったかな。成功はしてないんですけど、そうそう2時ででも完売してるんだよね確か。うん、本当にありがとうございます。きっとね2時でもね全然取れなかったと思う。本当になんか3人とかだった。本当に何枚か取ってる人が、あとはみんな1枚ずつで、本当になんか1時間倍夢じゃないって思いました。はい、ありがとうございましたね。もし次7枚目シングルがあって、私もお話し会に参加しますってなってたら、その時はまたリベンジしましょう。よろです。ね、ごめんね、みんなに要望が多くって、なんかでもなんか悪気がなくてしてることに傷ついて、勝手に傷つくのもなんか悪気があるわけじゃないから、これに傷ついたとか言ってみんながはっってなったらもうね、次同じことがないかもしれないし、先に言っとくと次の1日はあかりんとこの前タキフクでチェキを取ったロリータの服を着ます。はい、でも私は学習した、なんかそうやって言われるのが嫌なら、その日の朝のメールで今日はこれを着てますとかこれを着ますって言ったら、なんか割と当日のメールって読むじゃん、わかんない、センツとか貯めてる人は読まないけど、うん、だからなんか朝ね言ったらいいかなと思いました。でもそうでも結構何気にショックだった。なんか本当にショックだったな。なんかメール取ってないっていう人もいっぱいいたし、なんか全然顔見知りで昔から応援してくれてて絶対メール取ってる人とか、あ
あれメール取ってなかったっけ、あ全然取ってる、毎日見てるよって人でもやっぱり、うん、そう、あメール読んでるよ、ありがとう。そんななんかなんかなーって思う方はぜひ会話したいなーって人は何着てるとか気にしてないか、まあそうだね、それでもまあ全然メール取ってなかったら、あメールでとかで言ってるからそっちも見てみてねって言ってるし、なんか、うん、まあそう思ったらいいと思う。今日はショボンパンダになって寝ます。メール数と話し回数は重ならない、いやいやだから重なってるけど伝わってないっていうことです。うん、書いてることが、まあね、お互いね、はい、ね、見てる人は見てるから元気出して、なんかいいコメント、いいこと言うじゃないですかありがとう。そうだね、見てくれてる人が、だってそう、だって今日タヌキだからまとめて撮ったっていう人もいたし、見てくれてる人は見てくれてるんだなって思った。本当になんか本当に自分を大切にしてくれる人を大切にしようって思ったこの2日間で、それは来てくれる人もだし、いつもありがとうって言ってくれる人もだし、はい、話し会ではクマって言ってしまってすみません、いやいや逆にお話し会に来てくれてありがとう、まずそこの段階を踏んでからちょっとショックだったなってことなので、もうそもそも来てない人よりかはもう何段階も上の段階での話をしてるのでね、そうメール取ってる人も取ってるんだから、そう、そうこれは応援、もっと応援してる、入ってるから、そうだよ。だしどっちも取ってないなって方も、まあ、まあ100歩譲ってっていうか、まあショールーム見てるから今、うん、それ見てない人より応援してると思います、きっと。はい、そこからねなんかちょっとお話し会に行ってみたいなとか見取ってみたいなって思わせるのは私の方だから、はい、ありがとう。ねえ、うん、ねえ、ねえ、
ゆいのお話し会の後は今日も頑張ろうと思って元気が出ます。でも私もなんかもうダメだってなってる時とかになんかメールありがとうとか配信ありがとうとか言われるとなんか見てくれてる人は見てくれてるんだってなって、そうもっと頑張ろうってなるよ。うん、ねえ、なんかこんなにたくさんの愛を受けて私は活動してるんだってなる。だからね、毎週とかしたいよね。2日連続でできてとても幸せでした。ありがとうございます。まあお話し会はねすごく無理をしてくるところではないと思ってるので、全然来たいなと思ったら来てくれたらいいし、うん、まあめちゃくちゃ応援したいっていうので無理して撮るっていうのもあるかもしれないけど、うん、ちなみに私は2日連続でやって久々に結構喉に来てます。こんなに喋ってるけど、なんか久々にちょっとマスクつけて寝ようかなって感じの喉です。さすがに握手会ほどは枯れてないんだけど、ちょっとヒリヒリする。ちょっと蜂蜜舐めて寝ようかなって感じです。マヌカハニね、マヌカハニもあるので舐めます。その辺はこう握手会で毎回喉を枯らしてた私なので対策はバッチシです。はい、ねえ本当にありがとう。お話し会頑張るね。そうだ、ちょっと歌いたいんですけど、明日のことも考えつつ口ずさむ程度します。すごい、なんかあとはなんかお話し会があったら嬉しいのが、なんだろうな、めっちゃコメントくれる人とかのニックネームがを一緒のお話し会と同じニックネームにしてくれてる人は、なんか私結構さ一致してなかったりするのよ、名前と顔が。
今は桜が散ったので手出しただけです。そうだけど、なんか話変わった後だと特にあさっきの人みたいな感じになる、よりよりなるな、いつもより。ちょっと待って、明日の予定の連絡待ってね。はい、終わった。あ、確かに。握手だとこう名札をつけてとかあるけど、お話し会だとここに自分でニックネーム表示すると、そうすぐねニックネーム出るからいいよね。タヌキの甘み、私も行ったみたいね。落ち着いたらぜひ。重たい重たい。ありがとう桜ラッシュ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。なんか嬉しいけど、なんか申し訳ない、ごめんね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ありがとう。こうやって判断したか。はあ、すごい。しかもなんか私を避けてくれてるの、これって。なんか私のとこ振ってなくない？この真ん中避けて振ってない？桜ね、買ったらかぶるの、買ったらかぶるのね。あー、ごめんね、見てなかった、ごめんね、ありがとう。かき集める、見てなかった分は。ありがとう、ありがとう。でも昨日今日ですっごいいっぱい食べちゃって、本当に今日朝うどん食べたでしょ。
日お弁当食べたでしょ、夜お弁当食べたでしょ、さっき帰って野菜炒め軽く作ったでしょ、しかもお弁当も全部お米も全部食べてて、この2日間ですごい食べちゃってて、やばいやばい、やばい、早い時間に、いやでもさっき食べたから全然農家じゃないんだ、朝から夜までまんべんなく食べてるって感じ、いやもうチートデーすぎる、毎日がチートデー、すごい毎日がチートデー、やばい、本当に1グラムでも私が増えたことを喜んでねえみんな喜んで、私が増えたって喜んで、よく言うじゃん、1グラムでも君がなくなると嫌だみたいなあるじゃん、そう喜んでください、あ嬉しい、みんなが喜んでると私も嬉しいから、嬉しい、ありがとう、ありがとう、優しい、みんなありがとう、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 みんなもじゃあ同じぐらい増えてくれるすごいなんかメンヘラな彼女みたいなこと言うね、自分が増えた分あなたも増えてくれるって分かった、え分かったの分かったのに増えてます、あ、ゆみりんの増える分もらいます、あ、それはめちゃくちゃありがたいです、それはいいですね、うん、じゃあそうしましょうか、そうしましょう、半からやったっけな、そば鉢だな、そば鉢、ありがとうみんな、31分から、いやそんな1分単位で聞いたんじゃなくって、なんか10時からだっけ10時半からだっけっていう話だから、ありがとう、そこはね全然気にしてない、ありがと
アウトでいきましょう。四捨五入すると23歳はゼロです。何の四捨五入って感じだけど、うん、そんな感じで超わかんないアバウトな感じでいきましょう。うん、二重や。そうだからその細かいこの考えを捨てて、なんか弓子教みたいなあなたもアバウトな考えを持った人間になりましょう。世の中の決められたルール、それもいいと思います。でもたまには大雑把な日がねあってもいいじゃないか。細かいこと気にして生きてたらね、もうストレス社会ですから。死ぬより生きた方がマシって思える人生を歩きましょう。一緒に。大丈夫、人を殺してないし。でも間接的にもダメだよ、人を殺しちゃう。そう、自分にも熊だってタヌキだってどっちだっていいんです。おおらか。ありがとうありがとう。あーうーん、クマクマクマ、まとめて解決。じゃああと残り5分間皆さん悩み事を、お悩み事解決タイム、イエイ。皆さん最近の些細なお悩み事を教えてください。例えば明日の朝ごはんこれ食べたいんだけど迷ってますとか、昨日1時間寝るのが少なかったんですけどどうしたらいいですかとか、腹が出てきました、おめでとう。薄毛かわいい、愛のタンプレが悩みです。うん、いいボールペン、うん、靴下が自然消滅する、透明になる靴下、すっきり目覚める方法を教えて、それは私も知りたいな。ピピ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 、すっきりっていう、寝坊と二度寝に困ってます。だな、ちょっと高い敷布団を買う、メガネをよくなくします、メガネ追加であと3個作る、ユミリンが好きすぎて困ってます。うー、一部でまとめ出し100枚、疲れが取れないです。サウナ、お花が枯れちゃいました。ダラ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 、うーん、ドライフラワー、これは
生誕でもらったドライフラワーです。よいしょ。はい、か。いい色だよね。授業中眠くて寝ちゃいます。ドロ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 。睡眠時間増えて最高。学校から帰って勉強ができない。もう学校から帰るな。シャワーが気持ちいいです。ちゃんと湯船にも入るんだよ。やる気が出ないよ。ほー、大丈夫、心臓は動いてる。ラストシップツアー全然当たりませんでした。おー、ということは次何かある時の新公演とかに当たる確率が上がったんじゃないですか。眠気が来ないよ。おー、3日間寝ない。ストレスで食べ過ぎちゃう。あなたは今日から食べていいものはキャベツだけ。眠たくなります。おー、それはあなたが人間という証拠。片付けができない。それは23年間私のこと。へー、お母さんが言うには物の住所を決めるといいらしいですよ。自分の住所は言えるけど小学生の時か物の住所は分かりません。お腹が空かないです。そんなことがないから困ってる。でもなんか太れないっていう悩みの人もいるよね。カロリーメイト5箱買いたい、入れたいです。ティーン、コンビニへダッシュ。水を飲むのを忘れて脱水っぽくなりがち。わー、ポッケにペットボトル。筋トレが長続きしない。筋肉痛は自分へのご褒美。コーヒー飲みすぎて寝れません。コーヒーは午前中まで。いつもお酒飲みすぎちゃう。わー、それほど信頼してる人と飲みに行ってるってこと。彼女欲しいです。きっと彼女もそう思ってる。寝相が悪すぎて困ってます。手足を縛って寝る。アイスを毎日に食べちゃう。いやー、それは別に悪いことではない。仕事が忙しくて大変。だって老後楽したいからその分働いてるだけ。宅の気味がつまんないです。そういう時のためのショールーム。洗濯を畳むのが面倒。服のパターン3個までして、あとの服全部捨てたら、畳まなくても乾いたやつ起きたらいいよ。新学期にまだ慣れない。それは全国みんなそう。新学期になれるのは夏休みから。これから何食べたらいい？空気。靴下が見つかりません。靴下は消えます。靴下は見つけるものではない、買うもの。早朝小村帰りで目を覚めて痛いです。マジですると水が足りないんだろう、多分きっと。水分いっぱい取って、疲れをいっぱい取っ
ってゆっくり寝てください。お腹の肉がいなくなってくれません。だって親友ずっとも、どうだいみんな、ちょっとはストレス社会から、あ、今日生きてたからレベルアップってなりましたか。たまにはこうこじこじになることも必要です。大丈夫大丈夫だから大丈夫。私も2日間食べた、2日間だけでしょ。2日間しか食べてない。逆に大丈夫大丈夫大丈夫だって大丈夫。まあ太っても生きてるし、大丈夫。体重が今から2キロ増えたって死にゃあせん。社会的には死ぬかもしれないけど、25とかで、でも自分は死にゃあせん。別に大丈夫大丈夫、法は犯してない。2キロ増えたら死刑っていう法律はない。大丈夫大丈夫。ということで終わります。ありがとう。あ、そんな人に一生横にいてもらいたいです。あー、ありがとう。そうやって言ってもらって嬉しいです。私はじゃああと2年後に言ってください。ぜひ。私まだ今23なんで、はい、すごいバカみたいに占い信じてる人なんで私。はい、25で結婚するっていう占いを信じてる人なので、ちょっと今告白されてもちょっと断るしかないんですけど、はい、あと2年待ってください。今日会ってしまったって、でも考えて、あなたはテレビを見ている芸能人に対して会ったことあるって思う？思う？わない。だよね、そういうことです。ね、
13位アルトさん、たぬきやみりんかわいいよ、ありがとうございます。12位台湾夜嵐とゆみこ、髪型と服かわいいね、ありがとう、グッドナイグッドナイ、ありがとう。11位スランプくんさん、ゆみりんお疲れんかん、次の話し会も楽しみ、私も楽しみ、ありがとうございます。10位マイリンさん、ゆみりんたぬきやみりん大大大好き、ご自愛ください、優しい、ご自愛くださいなんて、マイリンさんもご自愛ください、ありがとうございます。9位ヒロさん、ありがとうございます、楽しい。8位おいでませ元気さん、お話しかありがとう、こちらこそありがとうございました。7位としきさん、2日間お話し会楽しかったです、ありがとう、こちらこそありがとう、これからもしくよろ、しくよろは古いか、まあいっか、マンモスに比べたら新しいもんね。6位ひろかずさん、ゆびにガチ恋中、頑張りすぎないでね、ありがとう、本当にいつもありがとう、お互いね、頑張らないときは頑張らない、頑張るときは頑張る、ありがとう。5位コーヒーさん、今日お話し会ありがとう、可愛くてびっくりしました、ありがとうコーヒー、ありがとうありがとう。4位プロナウンの歯医者、フットワードの人たちの取り憑かれ具合がやばいですね、ね、何の歯医者だ、車の歯医者ですね、は頭痛が痛いみたいになった、ありがとうございます。3位タナペコさん、ありがとうございます、タナありがとうございます。2位ワインクラブさん、えい、お話し会楽しすぎてやばいやばい、再販あったらやばいやばい、手が止まらないってなっちゃうね、またお待ちしてます、ありがとう。そして第1位がノリノリさん、ありがとうございます、ノリノリありがとうございます。疲れんかん、今日のラッキーさんはね、すごいみんなありがとう、桜舞い待ってありがとう、釣り犬さんありがとうございます、明日いいラッキーな一日になります、ありがとう。はい、それでは皆様、2年後にあかりんを嫁にする先かも、確かに、まあどっちが嫁かは分からないですけどね、うん、別に誰と結婚するっていうのはまだ決まってないですから、あ、もうあかりの場合もう出会っちゃってるかな、あ、でももう一人の占い師さんが言うにはもう出会ってるって言ってるので、まあいい方を取りましょう。はい、ね、それでは最後までありがとうございました。あ、待ってそれツイッターだけじゃなくてこれもちょっと端末があるって、あと75人で1万人いくので、ちょっとそれを見届けてから終わりません。ちなみに私のところと皆さんのところではちょっとラグがあると思うので、私のところでなったらにします、ごめんねみんな、おやすみコメント待ってたのにごめんね、いった、ちょっと待ってね、こっちまだ行ってないから待ってね、待ってね、そうアジシナルタイム、なったよありがとう、こっちはなってない、あ、今なった、1万人ありがとうございました。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみたぬ、おやすみなさい、おやすみ、しっかり寝るんだよ、すべてを忘れて、しゃー。